あそこをもう一回取り直そう、あこういうことができるんじゃないかというアイデアがたくさん生まれてくるんですね。レンズを持っただけでそんなことが考えられてしまう楽しいレンズです。まずね、使った感触から、こんな大きくてね重いレンズなんだけどね、バランスはすごく良くて手持ちでも結構撮影できちゃいます。である程度きちんと重さがあって、でも持ちやすいグリップがついているものってしっかりとホールドできるんですよね。でこの情報パネルがね自光式で光るんですけれども、これがね夜の撮影、成形の撮影なんかの時に、ね、非常に便利でした。でそういったところまでうまく配慮されていてね、非常にいい仕上がりになってます。ノクトで目指したことというのは、点が点に映るレンズってなってます。でこれどういうことかっていうと、例えば星を撮った時に真ん中だけじゃなくて端っこまで星がちゃんと点に映る、ねというところがノクトが目指すところであるし特徴なんですね。そこでピントが合った面、まあ、これ、僕は成形写真になった星空を撮りますけれども、このレンズを使って星空の写真を撮りたい人が多いと思います。きちんとしっかりと、星にピントを合わせてあげると端っこまで星が点に映るんですね。こんなレンズは他にありません。ノクトではねサジタルコマフレを抑え込んでいるのでボケが綺麗なわけです。でそれの他によく聞く色周差で、色周差は像の解像力にも影響するし、ボケにも影響します。色周差が多いとボケが濁っちゃうんですね。でこのレンズでは色周差がとても少ないので、ボケがとてもクリアです。当然解像力も高いで、そしてそこにつながっていく柔らかなボケが無限遠まで続いていくという特性が、まるで大判カメラをね、想像させる素晴らしい描写になっていきます。